自分が常にフラットでいること。やっぱりクラスをする自分が常にシンプルでいないと人の体を触って言葉で誘導していくので、嫌なことをモヤモヤすることがあったとしたら前日に全部流す、それからクラスを迎えるようにしています。その時その時の変化に合わせて今心と体が必要としていることを、不要なものをヨガの時間を通して気づいてあげてほしいなと思います。だからもっと深いところに前屈に入っていきます。お尻は残したまま、そう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 、もっと上げて、じゃあ余裕がある方そのまま体勢の方返して、肘後ろ右手、輪っか作っていきたいので正面に出てみましょう。レッスンで使う音楽をリクエストしてもらったり、メンバーを見て、あ、今日このポーズやってほしいって思ったり、ライブみたいにみんなで作るというか、どうすればもっとヨガを楽しんでもらえるかなって考えるのが好きですね。きっとやってみれば好きになると思うんですよ。ちょっと待って